あなただったのね。なんでもない、ちょっと考え事してただけよ。でもいいタイミングで来てくれたわね。装備を持って一緒に出かけましょう。着いたらわかるわ。行きましょう。戦場に到着。相変わらず慎重なのね。でもブローニャちゃんたちと一緒に来ると私の目的は果たせなくなるわ。簡単なことよ。ここの構築体怪物と戦いたいの。どうしたの？そんなに驚いた顔をして。怪我のせいでしばらく実戦はお休みだったでしょ。だから戦って前の状態に戻りたいの。それに私たちがセントフォンテーヌ中心部で偵察してた時と比べて新しい種類の怪物が現れたでしょ。私もその能力と特徴を把握しないといけないわ。博士たちはサンプルと報告を待ってるんだもの。全部ブローニャちゃんにやってもらうわけにはいかないでしょ。理由は二つあるわ。まずここには大量の構築物がいてウォーミングアップに最適な場所だから。その次はここの構造が未だに不明のままだからよ。ここは私たちが把握しているセントフォンテーヌの秘密につながっている唯一の場所だし、何も知らないのはまずいでしょ。ここを徹底的に偵察するのと同時に集まってくる怪物を一掃することが私たちの課題よ。もともとは一人で来るつもりだったの。けど私が急にいなくなったらきっとみんなに心配をかけると思うから、あなたが一緒だといろいろ安心できるわ。メイ隊長、前と少し違うような。時間は限られてる。他に質問がなかったら始めましょう。わかった。了解。わかった。バランスをキープしないと。そろそろこの戦闘を終わらせる時だ。はっ。
時間がない、急ごうよ。承知した。了解。わかった。戦場に到着。了解。足元に気をつけて、警戒するように。わかった。了解。待って、あそこを見て。あの怪物たち、体内のエネルギー指数が上昇してる。結晶から崩壊エネルギーを吸収してるみたいね。早く止めないと、より大きな脅威になるかもしれないわ。行きましょう。結晶に近づかせないで。急いで倒しましょう。月の輪でこの結晶をスキャンしたけど、中には比較的密度の高い崩壊エネルギーが残ってるみたい。道理で怪物たちが集まってくるわけね。ええ、基地に持って帰りましょう。いいえ、私が持つわ。さ、課題を再開するわよ。こういう崩壊エネルギー密度の高い特殊な結晶を発見した場合は、ついでに回収していきましょう。地図を確認しましょう。目標地点は、見て、あそこにまた結晶を吸収してる怪物がいるわ。戦いの準備をして。構築体怪物が私に集まってきてる。まさか私が特殊な結晶を持ってるから。やっ、ライデン襲来。そう、なるほど。どうやらこれらの特殊な結晶には怪物を引き寄せる効果があるよね。いいえ、結晶は全部私が保管するわ。それも戦術の一環よ。私が怪物を引き寄せれば、あなたは余裕を持って奴らを倒せるでしょ。結晶を分けて保管したら、その戦術的な優勢を無駄にしてしまう。そう思わない？さあ、奥に進みましょう。自分の状態がますます良くなってきている気がするわ。メイ隊長。真相はまだ解明されてない。油断は禁物よ。フルーリーチャージド。前にも後ろにも怪物が集まってきている。あなたはここに残って退路の確保をお願い。私は前の敵を片付けてくるわ。何をぼーっとしてるの？質問は許さないわ。動きなさい、隊員。それは
それは隊長の責任をちゃんと果たすって決めたからよ。あなたとキャロル、あなたたちは逆境の中で私の想像よりもずっと成長した。二人が一人前になったことは私にとって今回の作戦の中で一番の喜びなの。だけど逆に考えるとそれは私のミスでもあるわ。隊員が何の心配もなく背中を預けられる、いるだけで安心して自信が持てる、それが対崩壊小隊隊長のあるべき姿よ。だから今回は一人で背負おうとしないで隊長を思いっきり頼りなさい。この先の道は私が切り開いてみせるわ。この場で待機、少し休みましょう。ライデン到来。フルーリーチャージだ。後ろの怪物はあなたが倒したよね。さすが第三小隊の未来の星だわ。どうして照れてるの？キャロルだったらとうに舞い上がってるでしょうね。そうだ、今ので思い出したんだけど、さっきの話はキャロルに言っちゃダメよ。あの子はあなたと違って飴と鞭の両方が必要だから。一気に褒めすぎるとむしろ成長の邪魔をしてしまうわ。あら、メイ先生って呼びたいなら特別に許可してもいいわよ。そう、じゃあそろそろ戻りましょう。予定していた課題も無事クリアしたしね。地図を確認しましょう。目標地点。